ルイ・バイアン探検の旅程ルイ・バイアンはフランスの軍医探検家であるポール・ペリオと共に中央アジア探検を行ったパリで生まれた父親はパリ自然史博物館の動物学の教授レオン・バイアンであるボルドーで医学を学び動物毒による病変の研究で学位を得たフランスの植民地軍の軍医となり1905年に天文観測 地形調査、博物学学者として、東洋学者のポール・ペリオ、写真家のシャルル・ヌエットと、中央アジア探検を行うことになった。モンスリーの天文台や経度局、軍の測量部隊で、測量法を学び、転速のための道具を携えて、探検に臨んだ。探検は1906年にパリを出発し、1909年10月にパリに戻った。探検の間、 歌手があるから、乱州の間の 2500km の予定で、正確な地理的位置を測定し、それまでの地図の位置の間違いを修正した。砂漠のオアシスの人文地理学の研究や、砂丘の移動の危険性を観察した。しばしばペリオラと離れ、精密な地理的研究を行い、1907年夏には、天山山脈に入り、鉱物資源を調べ、翌年には、 クチャ周辺などで動植物の採集も行った。1908年に探検が終わると、青年の仏教寺院クンブムチャンパーリンジを訪れた。バイアンは探検で訪れた街で現地の人々に医療を行い、歴史家の沼ブロックはこの医療行為で現地の人々の協力を得られたことが探検の成功につながったと評価している。バイアンの探検記録は、 パリ自然史博物館の記用に掲載された。この探検の成功を受けて、フランスによるアジア探検は、ジュール・レオン・デュトルイ・ユド・ランやフェルナン・グレナールらによって行われることになった。その後フランス軍の軍医として働き、フランス軍のトンキン侵攻にも参加し、1922年12月、レジオン・ドヌール勲章を受訓した。ありがとうございます。